あれ、新垣さん？え、鈴木さん。七クマ。俺は新垣拓也、29歳。これから仕事に向かうところなのだが、俺には通勤中の密かな楽しみがある。今日は何弁当にしようかな。そう、昼食の弁当だ。朝の通勤途中に弁当を買うのが一日で一番の楽しみだと言うと、同僚からは寂しいとか、ランチぐらい会社の外に出たらどうだと言われる。しかし俺にとって昼食は一日のモチベーションで、それは小学生の時から変わらない。それに仕事が忙しくてとても会社の外に出る余裕がないのだ。初めて一人暮らしした時に自炊にも挑戦したけど全然ダメだったんだよな。そんな俺が見つけたのがここ、キッチンリリーだ。正直言って目立つお店ではないのだが、店先に並んでいるお弁当はどれも彩りがよく、人気のおかずを集めただけではないので栄養のバランスも良さそうなのが俺にもわかる。それに加えて、新垣さん、おはようございます。おはようございます。店員さんがめちゃくちゃ可愛いのだ。毎日通っている間に顔を覚えてもらえるようになり、挨拶をしてもらうと俺は嬉しくてついにやけそうになってしまう。今日のおすすめは何ですか？今日は新メニューのホタテの炊き込みご飯のお弁当がおすすめです。ではそれをお願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちください。俺がこのお店に通い始めてもう半年ほどになる。こんなに美人な店員さんと週に何度も顔を合わせているというのに、俺は彼女の名字しか知らない。お弁当屋さんと客というだけなんだから当たり前なんだけど、俺はもっと彼女のことが知りたいと思ってしまうんだよな。お待たせしました。はい。あの、新垣さんがお好きなほうれん草の和え物多めに入れておきました。元気にお仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。俺の好きなメニューを覚えててくれたんだ。よし、今日も仕事頑張るぞ。ん？ああ、大学の同級生の相田からだ。珍しいな、こんな時間に。おい、もしもし。あ、俺だけど、仕事中に悪いな。ううん、どうしたんだ？それが困ったことになってさ。え？何があったんだ？俺で力になれるなら話聞くぞ。ああ、今夜、会って話せないか？うん。同級生の相田から困ったことになっていると聞いて、俺は彼と会う約束をした。しかし、待ち合わせしたレストランに行ってみると。おーい！こっちだこっち！困ったことってまさか。相田のいるテーブルには、他に2人の男性と4人の女性が向かい合うように座っていた。ここ座れよ！おい、まさか困ったことって合コンの人数が1人足りないとかじゃないよな。正解！なんだよ、俺はお前がピンチなんだと思って。新垣のそういう優しいところ大好きだぜ。俺が合コンとか苦手なの知ってるだろ。まあまあ、今は苦手じゃないかもしれないだろ。なのな。さーて、全員揃ったことだし自己紹介しようか。おい、参ったな。あれ、新垣さん？鈴木さん？なんだ、知り合いなのか？こんなところでお会いするなんてびっくりですね。はい。なんだよお前、奥手ぶってるけどこんな美女とお知り合いだったのかよ。鈴木さん、はじめまして。俺相田って言います。はじめまして、鈴木あゆみです。あゆみさんっていうのか。それにしても合コンで知り合いとばったり会うなんてすごい偶然だよな。これって運命ってやつなんじゃないですか？おい、そうだ。俺としてはこいつはかなり優良物件ですよ。こいつのやってる会社ずっと業績がうなぎ登りなんですよ。社長さんなんですか？はい、まあそうだったんですか。あれ、知り合いなのに新垣さんのお仕事も知らないの？はじめまして、あゆみの友達のゆみたです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こ
この近くのオフィスに勤めてるんですけど、荒垣さんの会社はどちらにあるんですか？七熊駅の近くに。七熊にオフィスを構えてるんですか？すごい。あ、じゃあもしかしてあゆみのお店の常連さんとかですか？はい。お店？鈴木さんはどちらにお勤めなんですか？お弁当屋さんに勤めてるんですよ。私たちの同級生の中でオフィス勤めじゃないのはあゆみだけで。え、それって新垣がドハマりしてるめちゃくちゃ美味しいお弁当屋さんのこと？うん、そうそう。俺一回食べてみたいと思ってたんですよ。今度行ってもいいですか？俺も食べてみたいな。最近外食に飽きちゃって、手作りお弁当ってめちゃくちゃ惹かれる。しかもこんな美人さんが作ってくれてるなんて、美人で料理上手って最高じゃないですか。何よこの感じ、思ってたのと違う。あゆみって本当に家庭的なんですよ。子育て経験者だし。え、子育て？そうなんですか。鈴木さん結婚してたのか。いや、合コンに来てるってことはバツイチ？シングルマザーってことか。俺たちより年下みたいだけど、人生の先輩って感じだな。鈴木さんの料理を小さい頃から食べられるなんて羨ましいな。え、そうですかね。はい。あ、うん、そうだよな。うん。意外な過去に一瞬男たちがたじろいだけど、新垣のコメントで持ち直したな。こいつ奥手で話しべただけど、そういうところがあるんだよな。やっぱ誘ってよかったわ。自己紹介が済むと、そこからはざっくばらんに会食が始まった。最初はどうなるかと思ったけど、思いがけず鈴木さんと出会えたことで、俺はたまにはこういうのに参加するのもいいななんて思っていた。じゃあ二次会行く人は？はーい。荒垣さんも来ますよね？あ、いや俺は。おい新垣。え、いや俺はもう。鈴木さん送ってってあげろよ。あのまま電車乗ったら寝ちゃいそうだぞ。え、相談に言われて鈴木さんの方を見ると、頬を赤くして目がトロンとしている状態だった。あゆみはもう帰った方がいいよ。うん、そうする。送りますよ。え、でも確か前にお話しした時に家が近くだって言ってましたよね。はい。ではお言葉に甘えて。え、あ、新垣さん。鈴木さん大丈夫ですか？大丈夫です。でもあまりお酒を普段飲まないので。そうなんですか。はい。こんなに酔ってるところを家族に見られちゃうのは恥ずかしいな。どこかで酔いを覚ましますか？いいですね。でもお店が。じゃあ俺の家はどうですか？なんて言ってしまったのは俺も結構酔っていたからだと思う。いいんですか？どんなお家に住んでるんだろうって思ってたんです。鈴木さんがそう言ったのもきっと酔っていたからだと思う。さあどうぞ。わあ、素敵なお部屋ですね。ありがとうございます。一人暮らしにはちょっと広すぎるんですが。キッチンも広いですね。あ、宝の持ち腐れでお恥ずかしい。あ、綺麗な夜景。そこのソファーに座ってください。今お茶を持ってきますね。ありがとうございます。お茶ぐらいは買ってあったよな。あれ、ない。すみません、ミネラルウォーターしかありませんでした。あれ、鈴木さん困ったな。少しだけ寝たら起きるかな。俺は鈴木さんにブランケットをかけて少し離れてソファーに腰を下ろした。眩しい。え、新垣さん、新垣さん。あ、鈴木さん。ごめんなさい、私眠ってしまったみたいで。いえ。あ、朝？すみません、俺も寝てしまって。お子さん寂しがってますよね。
車で送ります。え、お子さんじゃない？はい、年の離れた妹がいるんです。そういえば弓田さんも鈴木さんの子供とは言ってなかったな。そうだったんですか。あ、今日はお仕事は？休みです。そうですか、よかった。あのお店すごく素敵ですよね。ありがとうございます。大学で栄養学を勉強していて、美味しくて体にいい料理を作る仕事がしたくて、あのお弁当屋さんに就職したんです。これからケータリングも始める予定で。へえ、じゃあうちの会社のレセプションパーティーの料理をお願いしたいな。え、本当ですか？ぜひ検討していただけたら嬉しいです。その後、鈴木さんのお店にケータリングを頼むことが決まり、俺の会社で打ち合わせをすることになった。そうしていくうちに、こういったお料理も距離が近づいてると感じてるのは俺の都合のいい勘違いかな。あ、はい、あと一歩なんだよな、俺のヘタレ。そんなこんなで俺の会社で行われるパーティーの日がやってきた。鈴木さんが提案してくれた栄養たっぷりの料理はとても評判で、パーティーは大成功した。新垣さん。弓田さん。相田さんからお誘いいただいて参加させていただきました。盛大なパーティーですね。ありがとうございます。弓田ちゃん、パーティーに招待されてたんだ。素敵なドレス。ほら、新垣社長と話していらっしゃるのはどなたかしら。もしかして彼女かしら。そうなの。ふう、トラブルなく終わってよかった。いたたたた、足が。今日はいつもよりしっかりお化粧して綺麗な靴を履いてきたんだけど、新垣さんに見てもらえなかったな。当然だよね、お仕事で忙しかったし。ユミタちゃんみたいにドレスアップした綺麗な人がたくさんいたんだから。でも、お姉ちゃん綺麗。もしかして王子様と舞踏会でダンスするの？え、お仕事だよ。でも王子様みたいな素敵な人には会えるんだ。お父さんとお母さんには内緒だよ。うん。王子様にはもうお姫様がいたみたい。鈴木さん。あ、新垣さん。今日はありがとうございました。お料理の評判がとても良かったです。そうですか、良かったです。お姫様じゃなくてもただのお弁当屋さんでも、新垣さんに喜んでもらえたならそれでいいよね。では私はこれで失礼します。待って。え、やだ、恥ずかしい。あ、そこにいて。え、すみません。いえ、呼び止めたのは俺ですから。あの、え、あのラーメン食べに行きませんか？すみません、もっと気の利いたところにお誘いできたらいいんですけど、カフェとかレストランとか詳しくなくて、鈴木さんのお弁当より美味しいものとなるともっと難しくて。社長さんなのに。社長なんて言ってもまだ会社を作って10年も経ってないし、学生の頃に立ち上げた会社で遊ぶ暇もないまま仕事ばかりしてて。そうなんですか。私もっと新垣さんのことが知りたいです。美味しいラーメン屋さん連れてってください。はい。あれ、ユミタちゃん。あ、何よ、やっぱり二人は付き合ってたのね。そういうわけじゃ。うん、隠さなくったっていいわよ。私はとっくに振られたんだから。え、新垣さんには好きな人がいるんですって。あゆみのことなんでしょ。新垣さん。そうです。お、なんだなんだ。ほら、あんたもなんとか言いなさいよ。え、好きなの？好きじゃないの？好きじゃないなら私諦めないわよ。絶対お金持ちと結婚して
両親に楽をさせてあげるって決めてるんだから。ユミタちゃん、あ、新垣さん。は、はい。好きです。私も新垣さんのことが。いつもお弁当を美味しいと言ってくれるから頑張れました。私をお嫁さんにしてください。いや、そこは恋人にしてくださいでしょう。やだ、私ったら。あんたのそういうところがムカつくの。ごめん。でも嫌いになれないの。だから余計にムカつく。ユミタちゃん、ほら座ったら。ラーメン食べに来たんでしょ。うん。ラーメンを食べ終えたユミタちゃんは私たちより先に帰っていった。明日も合コンがあるから忙しいみたいだ。ユミタちゃんならきっと素敵な王子様が見つけられるよ。私も頑張らなきゃ。アナ。はい。明日仕事が休みなんです。そうなんですか。今日のパーティーでお疲れだと思うのでゆっくり休んで。今夜は俺の家に泊まりませんか。冷蔵庫は空っぽで相変わらずお茶もないんですけど、夜景だけはあります。何もしないので一緒に過ごしませんか。はい。こうして俺は歩と付き合うことができた。俺の殺風景だった部屋には少しずつ調理道具が増えて、苦手だった料理にも挑戦している。次の彼女の誕生日には今度は俺が美味しい料理を作ってあげたいと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。